ニワチャンネル突撃ナラタジョー、よろしくお願いします。はい、今日は柚木道義代議士からのご紹介で津村圭介代議士のお部屋に来ています。インターンの方でーすですこの方だそうです。早速行ってみたいと思います。はじめまして、佐野美和と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組はですね、バトンリレー方式になっておりまして、はい、今まで一番初めは民主党の長島昭久代議士から始まりまして、ダーッといってます、はい、ずっと自民党だったんですね、1年以上もですね。あ、そうですか。やっとこの間から枝野さんからですね、はい、あの民主党にバトンが戻ってまいりましたので。はい、わかりました。どうですか、お知り合いの方とかいらっしゃいますか。そうですね、この牧原君は僕の中学高校の同級生で、麻布中学時代ですか。そうですね、はい。どんな、末期はどんな人だったんですか。すごくなんていうかこういう人だったんですか。でもすごくなんかあのモテる感じで、なんかまあよく知らないけれど、よく知らないけどあの個人的なことは、すごくそんな感じだったんですか。すごくなんか人気者でしたよ。男の子からも。男の子から。まあ、男子校なんであれなんですけど、まあ多分。テニスとかね。あ、そうなんですか。はい、はい、あとこの番組は誕生花を渡すことになっておりまして、 あ、はい、ありがとうございます。10月27日、はい、ガベラです。あ、そうなんですか。はい、花言葉は神秘だそうです。あ、そうですか。神秘的なんですか。どうかな、ありがとうございます、はい、この番組はですね、先月は58万件アクセスがありまして、はい、大体20代30代の方が見ていらっしゃるそうですので、はい、まあ、そういう方が政治に少しでも興味を持ってくれるようにお話しいただければ幸いです。はい、はいはい、あと昨日の晩ご飯は何を召し上がりましたでしょうか。昨日は卵とじうどんです。お、どこで。家で。昨日ちょっと私寝込んでまして、昼はちょっと出かけてたんですけど、風だったんですか。風っていうんですかね、なんかインフルエンザかな、よくわかんないんですけど、そんな離れた方がいいですでも今すごい汗が出てたから大丈夫ですよ。はい、もう大丈夫です。で、卵とじうどんを奥様に作っていただいて、はい、みたいな感じで。あ、僕は独身なんで。素晴らしい、はい、全然独身なんですか。全然素晴らしくないんですけど、全然見えないですね。そうですか。のパパかと思いましたよ。あ、それあんまり褒めてないですね。いやいやいや、そんなことないです本当ですか。じゃあ自分で作ったんですか。いや、あの近所に、まあ、両親住んでて、そこでちょっと食べさせてもらって帰って寝たんですけど。そうだったんです。かわいそうでしたね。かわいそうですね。大丈夫ですか、はい、急に優しくなって私大丈夫ですかはい、この番組ではあと何とお呼びしたらいいかというふうに聞いてるんですけども、もちろん、まあ、つむつむ。どっかすごい、インターンの皆さんからも拍手が。もうそれでよろしいでしょうか。はい、実は私たちももうつむつむってずっと呼んでるんです。はい、ありがとうございます、はい、社会人時代から呼ばれるようになったんですよね。はい、いや、はい、おつむてんてんって呼ばれるんですよね。あ、そしたら小学校の子だいたい言われますね。そうですか。じゃあここにつむつむと書いていただけますか。それでは行ってみたいと思います。つむつむの幸せ度数年表です。あ、やっぱり最初は100ですね。そうですね、はい、そしてですね、これガーンと下がってますね、はい、うん、これがその最初の転校です。あ、転校で、はい、がやっぱりその何回か転校したんですけど、どちらからどちらの転校でここまで下がったんですか。大阪から名古屋ですね。あんま変わらないじゃないですか。いや、やっぱり言葉の壁が、だって大阪と名古屋ってそんな変わらないじゃないですか。いや、でも大阪弁と名古屋弁はやっぱりだいぶ違うんですか。うん、だいぶ違いますね。いや、名古屋意地悪だったんですか。そうですね、もう、ま、で自分的にはもう名古屋弁は絶対喋りたくなくて俺は大阪なんや、大阪なんだ、阪神タイガースなんや、うん、かけふないやと。結局、まあ、5歳、6歳ぐらいの時だから、はい、もうずっとなんか、まあ、妹と一緒に泣いてて、妹さんいらっしゃってよかったですね。そうですね、ね、うん、でもまあそれからはもう慣れましたけどね。あ、そうですか、うん、
そこでもガンって下がったんですが、カッと上がりましたね。やっぱ子供ですから順応性が高いんですかね、うん、ですね、うん、それからはもう6年以上、7年かな、8年かな、名古屋にいて、小学校はずっと名古屋だったんで、はあ、もうすっかり慣れて、そうですね、今でも岡山と東京行ったり来たりするんですけど、途中で名古屋で途中下車して友達に会ったりとか、はあ、もうそうなっちゃうんですか、そうです。でこれいじめっ子なんですね。いじめっ子までは言ってないんですけどね。あ、いいですか、ブイブイはしたみたいに、だいたいなんかあのなんかいじめっ子といじめられっ子の間でぼんやり見てるタイプ。あ、でも背高いですよね。ダメなやつ。そうですかね、182です。え、そんなあるんですか、はい、うん、まあ高いかな、まあまあ、じゃあ昔から体が大きくて、だいたい後ろから2番目か3番目ぐらいですね。あ、そうだったんですか、うん、じゃあスポーツやられたんですか。スポーツは大学の時になんちゃってラグビーを2年間なんちゃって、はい、同好会でなんちゃってラグビーね最後までルールはよくわからない。そして緩やかなカーブでこの20歳まで落ち込んでますが、これは麻布時代ですよね。そうですね、麻布時代 と大学入るまでですね、まあ、進路悩んだりとかで、この頃中学高校男子校だったから、まあはい、あんまり別に良かったんですけど、だんだんなんていうか自分はあんまりモテないタイプだということはこの辺で分かってきたんで、もうそんなことないですよね。大学時代は非常に寂しい。すいません、二重人格ですか。いや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 、毎年クリスマスはすごく嫌でした。ブルーでした、ね、ここいる人全員一人ですか。大丈夫です、安心してください。本当ですか。はい、全員あの予定ないですか。大丈夫ですから。クリスマスなんてあっちゃダメですよ、女子と、うん、つまんない人間になっちゃいますよ。大学1年生のクリスマスイブに、はいはい、その初めてのなんか彼女と別れたんですよ。あ、素敵な話ですね。この間の湯の木さんもですね、湯の木さんだよね、もう誕生日にお別れしたって言ってたんです。昔の彼女と。そうなんですよね。だからなんかこっちはすごくあクリスマスだと思ってだんだん盛り上がるけども、向こうとのだから温度差ができちゃって、あ、それが この辺なんですか。この辺ですね。もうその辺からずっと伸び悩みです。でもこの辺東大だったんですよね。そう、まあこのちょうど落ちきったこの辺なんですかね。でもいいじゃないですかね、東大入ってね。まあどうかな。でもその頃はやっぱりすごい進路のこと悩んでましたよね。進路っていうのは入ってからの進路ですか。入ってからと、まあもちろん入る前はなんか合格できるだろうかとか。あ、浪人はされてないんですか。浪人はしなかったんですけどね。すごいですね、ありがとうございます。緩やかにずっと結構落ち込んでますね。日銀に入ったのはもちろん22歳ですよね。そうですね、はい、まあ、その辺はまあ一応ずっとプラスでそんなにあの恵まれた職場環境だとは思うんですけど、はい、まあやっぱりそうですね、まあ平凡なあんまり変化のない毎日でしたけど。日銀ってどうなんですか。日銀ってあの工程部合とか決めるところですか。そうですね、はい、すごい。ちょうどでもその話してよ。そしてここで30歳でガンと上がってますね。まあ、これは幸せかどうか分かんないんですけど、やっぱり会社辞めて自分の好きなことをまあさせてもらってるんで。何ですか好きなことっていうのは。この政治の仕事に。もともとやりなかったんですか。まあ興味はあったんですけど、はい、自分が政治家の子供でも ないし、そんなにあの資産家の息子でもないんで、実際に政治家に立候補するっていうのを考えたのはもうこの直前ですね。本当ですか、そして民主党の候補に応募されるということですね。そうですね、2002年ですか。そうです。だからこの頃、2002年ですね、はい、からちょっと記憶が少し曖昧なんですけど、このちょっと前にイギリスに留学している時に、オックスフォードに、はい、そうですね、でその時に向こうで、あのなんか結構言葉の壁とか、なんか試験でなんか追試ばっかりだったりとか、その時に割となんか部屋で悶々となんかホームページ、日本のホームページとか見て芸能ニュース見たりとか、でその時にまあ小泉さんのあのなんだっけ登場とか加藤の乱とか、あの時代ですね、結構政治が面白くなり始めた時期で、本当にもね民主党ね、もう手伸びてましたもんね、もうちょっとで政権って感じでしたもんね。で、あの頃僕は宮さんの多分ホームページとか見ていました。あ、本当ですか。ありましたよね、ホームページで。今もあります。現在進行形です。じゃあ、あのですか、イギリスから見ていただいたんですか。見てましたよ。ズームズーム泣いちゃう。独身でいてくれてよかった。今回お話しあった時に、あーと思って。本当ですか。
モテるじゃないですか、そういうこと言えば。いやいや、ね、やっぱ嘘ですね。そうあのね、本当はモテるんでしょう。でも本当嬉しいです、それは。そのイギリスからね、見ていただいてね、幸せだわ、やっててよかった。すごいアクセス数とかあったんじゃないですか。そうですね、当時はあの開いてる方とかいらっしゃらなかったんで、本当に先駆けだったんで、本当に嬉しいですね。どんな人が政治家やってるのかなと思って。ダメな例としてね。なんか逆にあのイメージ政治家のなんかあのどっちかというと、ね、おじさんが2世でとかいうイメージと違ったから、そうですね、それですごくあなんか政治って意外と身近だなと思って、あ嬉しいですね、いやもう覚えてます、嬉しいです、そしてですね、あの公募に帰ってきて、オックスフォードから帰ってきて公募されて合格、第1号、そうですね、はい、まあ、なんか第一号っていうのは確かに第一号なんですけど、まあ、結局みんな選挙区がなかなか決まらなくて、そうですよね、そこでなんか結構、まあ、正直言って落下さんですよね、そうですね、まあ、落下さんですね、今の選挙区の隣のところで生まれたんですけど、はい、岡山県で生まれたんですけど、隣の選挙区なんですけど、ね、じゃあゆかりはあるという感じですね、ゆかりは、まあ、親戚は何人もいますから、あそうですか、はい、あそうかそうか、そういうことですね、そして2003年に当選されたんですよ、そうですね、一番最初に、はい、で今2期目ということで、2期目ですね、どうですか、はい、2期目入ってまして、やはり1年生議員と違いますか、それもあるし、あとまあ小選挙区で勝たせてもらったのはやっぱり、大きいです、やっぱそうみたいですね、まあなんて言うんですか、半人前なんでしたっけ、選挙区比例ですと、そういうこと言い方しますよね、まあ、そうですね、実際には本当は変わらないんですけど、はい、で別に僕は急にあの実力がついたわけでもないんですけど、はい、やっぱり地元で、ね、の、まあ、扱いというか入ってくる情報量が増えるというか、あやっぱり、まあ、密着されてますもんね、まあそうですね、あとまずはあの小選挙区で勝った人のところに、まあ、陳情が来るとか、あそうですよね、そういうふうに情報が集まってくるようになったのが一番嬉しいですね。 あれですか、対抗の方はどんなのなんですか、自民党の方、自民党の方ですね、はい、あの前市長された方なんですけどね、なんていう方なんですか、萩原さんという方で、すごいあのやり手の方です、ね、あそうなんですか、実力派、じゃあこの間の遊説解散の時は、はい、比例で復活されたんですか、それともその方がそうです復活されて、あ受かったんですか、そうですね、はい、すごーい、いえいえ、あの遊説解散でですか、まあ相手の方が準備不足だったんで、次はつむつむすごいじゃないですか、実力者じゃないですか、いえいえとんでもないです、でも次はどうなるかって言って、あ、もういつでもいつでもここ開けれるようにこうやって、いやそうなんだそうですか、素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、次回もぜひ頑張ってください、はい、ありがとうございます、それではつむつむの幸せ度数年表でした、失礼しました、教えてつむつむはい、津村先生のですねリーフレットとかホームページを拝見させていただくと、はい、とにかくいろんなことをやってる写真がいっぱい写ってるんですけれども、はい、その中で今までで一番印象に残ってる活動ってどんなことでした？一番印象に残ってる活動ですか、はい、どうだろうな、たくさん結構あの選挙の時にみんなで撮る集合写真が好きで、はいはいはいそうなんですか、なんかまあなんか一体感ありますよ ね、はい、そうですね、幸せな感じですよね、クリスマス一人でもそれ見れば乗り切れますよね、なるほど、やっぱり寂しさ寂しさかまるかもしれないごめんなさい、違う目的があっての、はい、ごめんなさい、余計な、はい、でも言われてみたらそうかもしれないですねちなみに目的はじゃあ何なんですか目的、はい、目的はあの何の目的です、写真載せてる目的、いや、いろんな活動される目的、ああやっぱりそうですね、やっぱり一人でも多くの人に直接、はい、会ってなんぼなんで、はいそういう時にはまあ結構いろんな人と会って忘れちゃうのもあるから、はいはい、たくさん写真撮ってるんですけどね、ちなみにこれの一番下にある、はい、男の男性の裸だけの写真があるんですけど、はい、これはですねちょっと、はい、あの岡山の PR をしますと、はい、全国三大奇祭もう珍しいお祭りということで、はいはい、裸祭り、あの西大寺というところであるんですけど、はいはい、その川のそ隣に、まあ、観音院っていう古いお寺があって、はいはい、そこであの夜12時に お堂の上から神儀っていう木を投げるんですよね、でそれを取って
その近くのある場所まで持って行った人がその年の福男っていうことで、何千人の人がそれを取るために裸でわーわーってやるんです。へー、じゃあこれだけはまあ目的がちょっともしかしたら違う可能性もなんてことだ、幸せになるためには福男になるためにでもこれ銀が突出しちゃうってなんだよって思っちゃうから、可能性あるかもしれない、ね、最後ぐらいに転んでいくでも火傷しそうになるぐらいすごい、もう密着してぎゅうぎゅうで。そうなんですか、まあ、いい話じゃないけど今年亡くなった人もいたんですよ。あ、もうそれぐらい危ない、断じりと同じですね。そうです ね、 ね、なるほどですね、はい、ちょっと会話あの話題がそれてはしまいましたけれども以上今井がお伝えいたしました。サイコロコーナー、投げてください。あ、投げますの前に転がせればいいですかね。そうですね、はい、はい、3番です。番愛の話愛の話だからもう制作の話はやめましょう愛の話、恋愛してますか？恋愛はいつもしてますけどね、今はどんな感じですか？いつも片思いですから。あ、いつも片思いなんですか、うん、ね、へなんでですか？もう話が膨らまないしてなんでですか？でも なんか自分を好きになってくれる人とタイプと自分が好きになる人のタイプがなんかミスマッチなんですかね。あ、じゃあ、来られるとうざいみたいな。そこまで来ないですけど、ちょっと僕はいいんだよみたいな。で、自分の好きなタイプはどんなタイプなんですか？好きなタイプですか？はい、あ、でも最近だったら、はい、なんか新垣結衣とか好きなんですけど、あ、ガキ絶対無理それはそれ合わないですよね。いや、まあ、そうなんですか。ちょっと 芸能人が好きになっちゃうタイプ。何て言うか、アイドルオタクみたいでよく言われるんですけど、それほどではないですよ。疲れるタイプはどんな人なんですか？結構真面目な人に疲れちゃうんですか？疲れることが多いかもしれない。遊び人の方が好きなんですか？かなそうかも。あ、そうなんですか。じゃあまだ愛というのはもうファミリーの愛ですね、ご両親の愛とかね。あ、そうですね、もういい年ですからそんなでもないんですけど、だからあんまり愛のない話でしたね。あ、そうですか。じゃあ制作的には愛はどうですか？制作的ですか？はい、困ったな。今委員会は何ですか？委員会は安全保障なんで、まあ、愛かなんだか分かんないですけど。そうですねでも選挙やってるとね、本当に人情とか愛情とか感じますよね、はい、そうですね、まあ本当、だから多分日銀時代にはこう、経験しなかったようなこう人情とかあるんじゃないでしょうかね、分かんないですけど。そうですね、だからまあ確かに本当選挙をやってると、はい、日銀の頃っていうのはまああのマクロで物事考えますし、あとまあそれは自分独身だったりとか、割と物の見方が、はい、まあはっきりしてたんですけど、やっぱり選挙活動してると、はい、いろんな自分と特に岡山で割と農業とかも盛んだし、はい、あの田舎なんで、本当になんか今まで自分がなかったものばっかりいろいろまあ出会えて、いろんなまあ、家族同様の付き合いさせていただく方もいれば、はい、そうですよね、まあ、あとはもう一つはだんだん話がそれますけど、はい、やっぱりその日銀時代っていうのはサラリーマンで使える方だったんですけど、はい、今は自営業みたいな感じで、そうですね、どっちかというとなんか自分がスタッフを、まあ、抱えてるって言っちゃなんだけど、そりゃそうですよね、金さんとかインターさんとかね、いらっしゃいますもんね。でやっぱりさらに言うと、あのうちの秘書は大体結婚してるんですよ。え、秘書さんが結婚して、代議士が結婚していない？だからなんか二次元なんたら昨日も秘書さん あのお嬢さんと生まれたばっかりの男の子がうちの事務所に来てくれて、一緒にちょっと遊んだりしたんですけど。そうですか。そういうのはなんか嬉しいですよね。あ、そうですか、この仕事をやってて、なんか今までないそういう、まあね、ものに触れられて、はい、わかりました。なんか何言ってるかわかんないですけどそれではサイコロコーナーは終了いたします。はい、すいません。それでは最後に一言、制作これからどんなことをやっていきたいでしょうか？はい、まあ
民主党なんで、もちろん政権交代をするために、はい、まずは選挙で勝つ、その作戦を立てるっていうのが、はい、民主党の県連を今代表しているので、はい、あの僕の大きな使命なんですけど、はい、まあ、それは目の前の大きな目標で、はい、将来の目標としては、はい、総理大臣まあそれはあの分かりませんけど、やっぱり日銀の出身でもあるんで、やっぱその日本の経済力を、額賀福代やめろみたいな感じですかねすいません、まあはい、もう額賀さんそんな、ねまあ、いつまでもされる方じゃないから、はい、まあいいんですけど、はい、やっぱり自分が政治家辞める時までに、はい、あのうん、せっかく日本の経済力まだまだ捨てたもんじゃないんで、もっとあの日本の通貨である円をそのアジアで通用するというか、あるいは国際的な決済で通用するように、はい、の東京の金融市場を、はい、なんかシンガポールや香港に負けないようなアジアの国際金融センターにしたいっていうのが、僕 の, あのこう聞いていただいたり政策のパンフレットにもいつも書くんですけど。あ、そうなんですか。すごい具体的ですね。まあそうですね、やっぱりあんまり抽象的なこと言ってても、そうですよね、何やってるか分からないんで。それ実現可能なことなんですか。それはあの実現可能だと思います。もう20年も前から日本が努力してきたことなんで、橋本元総理の金融ビッグバンとか、はい、まあ、党は違いますけど、私はすごく大事な取り組みだったと思っていまして。そうなんですか。でその後ちょっと金融危機で少し頓挫してますけどね。はい、でもまあアジアの中で経済力が一番のは日本なんで。まだ日本ですか。大丈夫ですか。現に負けないですか。はい、負けません。はい、わかりましたそれでは次の議員さんをぜひご紹介いただきたいと思います。はい、僕があの初当選をする前から、はい、あの応援に来てくれて、はい、あのその後も同期当選で一緒に頑張っているあの田村健二さん、静岡の議員さんなんですけど、はい、あの紹介させてください。はい、わかりました。それではお電話をしていただけますでしょうか。あの、自分ですか。はい、じゃあ、あの、いいです。はい、じゃあまた言ってきます。ね、はい、お願いいたします、はい、それでは最後にバトンにサインをお願いいたします。はい、ここしかちょっともう書いてないんですが、はい。青は私の一応イメージカラーで。イメージカラーですね。本当ですね。はい、必ず青いネクタイをしてるんです。あ、おお。じゃあもらいただくときも必ずブルーで。そうですね。あの言えるときにはそう言ってるんですけど。そうですか。からそのホームページの写真を見ていただいても全部青いネクタイしてます。あ、本当ですか。気づかなかった。本当ですね。本当に青いですね。でしょう。あ、はい。はい。お願いします。はい。それではいただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、行ってまいりました。つむ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 、ね、すごい汗だったね。感じましたね。今よりはせっかきだったかもしれないね。同じようなあの匂い感じました ねちょっと嬉しかったです僕こっちやりで、ね、でもね、東大日銀ですね。そうです。中身は全く違いますね。違いますね。しっかりした方でしたね、はい、しかも選挙も強いと。強い、勝ったんだもんね。もうあっぱれです。僕勝てないですね、はい、当たり前じゃないコインもらえないよまあまあ僕はこっちの方で、はい、これからも一緒に、ね、頑張っていきましょう、はい、次回は田村健二先生のもとにお伺いいたします。イエイ。